皆さんこんにちは、まなだびチャンネルです。このチャンネルは子どもと育ち子どもと育ち、子どもたちの未来を育てていく、そんな番組になってます。パパいないね。どうする？パパいなくってさ、今日何するのかな。あと違う、間違ったし。まあ、もう一回撮りますとね。はい、お嬢さんたち待望のものが届きました。はい、さてごめんねごめんね。はい、どうもどうもどうも。はい、どうもどうもどうも。はい、どうも、わなだびチャンネルです。このチャンネルは子供と遊び、子供と育ち、子供たちの未来を育てていく、そんな番組になってます。チャンネル登録がまだの方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、これ言わないとダメだよ。はい。さあ、見てもらったらわかるけど、見てもらったらわかるけどだよね。どっちかっつうとね。まあずっと作りたかったじゃん、ね、作りたかったけど、そうなんだよ。でもね、プリンターがなかったんだよね、正直さ、壊れてたからさ、でもまあまあね、引っ越しの時に持っていくのもめんどくさいしみたいなのがあったから買わなかったんだけど、このタイミングで、はい。なんでプリンターで作るやつ、これね、 T シャツ自体はね、パパね、もうね、中学生ぐらいの時から作ってんだよ。あのね、結構早かったんだよパパって。なんかそういうのパソコンとか触って、で絵描いてとか、そういうのね、他の人たちよりね早かったんです。はい、そうなんだよ。まあだからといってね、パソコンのなんかこういうのめんどくさいからね、勉強はあまりしたかった。だからそれこそステッカー動画も作ってたし。ああ、でそうだね。マグネットも。マグネットね。はい、これ。これはまあ、作ってみたシリーズだよね。あとバスも。バス？これはまあまた別じゃん。これね。はい。まあ今ね、いろんな他府県に行っちゃダメって言うけど、パパたちはね、引っ越してきてるじゃん、でナンバーが違うじゃん、だから他から来んなよ、思われるのも嫌だなっていうちょっとした気持ちがあるじゃん。でもそれを面白くしようっていうね、気持ちで、はい、これをこういう感じね。はい、まあ私は〇〇の民であるなんだけどね、正直。はい、これだから昔の江戸時代ぐらいの人、でまあ私は何々県民ですとかやってさ、民であるって言った方がなんか面白いかなと思ってさ、だからまあこれが欲しい方は、はい、なんかどっかに貼り付けるかもしれないので、よかったら、はい、使ってみてください。で、はい、あとはもう服使った。そうなんだよ。いや、パパのさ、これはさ、まあ早く入手できてたからあれだけどさ、これがちょっと時間かかったんだよね、子供用のやつが。だからせっかく、せっかくだから今日やってみようと思ってさ、まあお家でデザインさえできればこんなの誰でもできるし、デザインなんて自分次第じゃん。自分が好きだったら何ぼでもできるじゃん、だからみんなやってみればいいんだよ。家族をチームにしてさ、チームの T シャツ作ればいいんだよ。ではここまでもやってんだよね、わなだびのロゴ、はい、これね。であとはこれをペタッと貼るだけです。はい、じゃあちょっとやってみようか。よっしょ、さあやってみようか。いくよ。まず、T シャツを用意します。はい、次は雑誌。雑誌、まあ本当は新聞紙って書いてあるけどね、まあいいんじゃない、何でも。はい、こちらは2012年のライトニングです。はい、アメリカ好きなお父さんはみんな好きな雑誌なんじゃないでしょうか。2012年だよ。まあね、もうパパね、もっと昔の本あるからね。パパが子供の頃っつうか、だから中学生ぐらいの時から持ってるね、スニーカーの本とかね、今度それを出したいんだよね。ほいで次はこいつのこれね、これここをめくるんだよ。そう、こうしないとくっつかないから。多分ここにね、糊がついてんだろうけど、でまあ奥、それでこいつ、そうそう、で仕上げシートのこのアイロン、こちらの面にアイロン当ててくださいね。 これ気をつけないとダメだと思う。でかぶせます。でアイロンは中ぐらいね、中ぐらいにしといて、よいしょ。でいきます。はい、1箇所5秒って書いて、
当てすぎたら多分溶けちゃうっつうかね、そんな感じもあると思うから、あんまやりすぎは気をつけないとダメ。うん、うん、あとこの生地、つく生地とつかない生地があるから、それはちゃんと調べないと。普通の本当昔からあるような T シャツだったら結構いいと思うんだけどね、うんうん、ちなみにパパはこれヘインズっていうね、まあアメリカの肌着メーカーなんだけど、これは結構生地しっかりしてるから、うん、これはおすすめだと思う。この生地、うん、ヘインズね、しっかりしてる、ね、この生地は違うの？これはまた別だな。なんだろうな、子供の用のやつがなかったんだよ。だけどまあ触った感じ良さそう。まあうん、なんか触った感じ。そう、昔ね、だからそれこそユニクロのやつとかやってたんだけど、やっぱペラペラなんだよ正直、うん、やっぱね、自分で作った T シャツって長いこと着たいじゃん、うん、できるだけね。でそれこそさ、着なくなっても記念にパパは置いときたいタイプの人間だからさ、自分の作品だから、だからやっぱり物はしっかりしたものを選びたいよね、うん、で、あとなんだろう、あ、なんだろう、ドアストレスしたな、なんか言いたいことが今あった、ふと思いついたんだけど、まあいいや。でこれが冷えてから剥がす。冷えてから、そう、それで OK。はい、ちょっとね、実験、帽子の裏とかこういうところにもつけれるか、ちょっとやってみたいと思います。多分ね、表の方が圧接しやすいから表の方が向いてると思うんだけど、ちょっとね、これじゃね、主張が厳しい気がするんだ。もうちょっとデザイン考えたらあるかもしれないけど、まあとりあえずここにこんな感じで貼りたいね。いいね、こんな感じでさ、パッて見た時に裏にこういうマーク入ったらさ、まあいいじゃん、うん、これをやることによって、どのブランドの帽子もワラダビカスタムになっていくでしょう、はい、まあね、自我が強いんです。意味わかる？わかんない、わかんない、それが面白い。ほんま？よかった。よし、じゃあどうだろうね、硬いからちょっと無理かもしれないわ。あかんわ、そらそやわ、あそらそや、はい、これウロはついてなかった、無理、そらそうよね、やべ、これくっついちゃったかもしんないよ。あ、まあでもね、あと何枚もあるんだよこれ、多分切り取ればね、あるんだ。やっちまったぜ、オーマイガーだな。オーマイガー、ちょっと下から取ってくれ、ちょっと待ってね、これ気をつけて、はい、よし、気を取り直してまいりましょう。はい、こいつをちょっと小さくなったけど、カットした。まあね、こっちだったらそんなに大きくなくてもいいかなって思った。これをこっちで押さえて OK、 よし、いくぞ、こうだね、よし、いくぜ、よし、ゼロっぽい、ゼロっぽいぜ、まだまだまだ、うん、うん、ついてるかな、ついてる、ついてるんじゃない、うん、これをちょっと置いとこうか、うん、取る、ちゃんと外したらね、うん、重要やな、うん、でしかもやっぱつけたら取れないね、うん、取れない、うん、そう、でこれもね2種類あったんだよ。1つが、まあ、前昔からあるやつなんだけど、これは何回洗っても OK っていうと、まあ、OK じゃないけど、できるだけ何回洗っても大丈夫なタイプなんだよ。だからちょっとね、ちょっと違うんだ、
結構ね、しっかりしてる、うん、しっかりしてる、うん、おい、乳首触ったやろ分かったもういい、やめてくださいよし、で、剥がすやん、剥がすやん、いくやん、せーの、おー、オッケー、いったじゃん、いったね、まあこれだったらいいんじゃない、はい、ここいい感じについたと思います。まあね、あのね、こっちの裏にした理由っていうのが、まあ、基本刺繍なんだよ、帽子っていうのは、うん、で、それなのにここに、まあシールだったらまだあれかもしれないけど、ステッカーね、うん、あの、まあこういったちょっとプリントタイプのものを貼っちゃったら、色が合ってなかったら結構ね、安っぽくなると思う。確かに、うん、だから裏だけでとどめておいた方がいいんじゃないかなって思ってさ、うん、うん、じゃあ、まあ多分もう T シャツ完成してると思うから、うん、着替えましょうか。着替えた、いくよ、着替えた後にアッセンボー、はい、どんな感じですか。いい感じ、いい感じちゃいます。あなたたちの方が出来がいいね。パパやっぱあのほら段ボールを下に引いてたからさ、まあ、なんかバラバラになっちゃったけど、まあまあまあまだな、ね、5枚入ってんだよこのプリントのタイプはね、うん、本当はシルクスクリーンって言ってこうね細かいことやって作ろうかなと思ったんだけど、まあめんどくさいし、いいかな、うん、って思ったんだよ、うん、まあね、こっちでしょ、これのおかげでさ、まあ毎回動画撮るのこれだったらさ、ほら同じ日に撮ったなとかって思われないじゃん、うん、まあ思われてもいいんだけど、そうで、このマグネットのタイプは2枚しか入ってないんだ、2枚、2枚しか入ってないんだ、だからまあ、うん、まとめて作ったりね、そういう風にすればいいんじゃないでしょうか。なわけで、ご家庭でも、まあスマホでもできるしね、今のプリンターって、うんうん、あのスマホで、まあ、デザインできるアプリとかいろいろありますし、あとはプリンターと、このシートさえあれば皆さんもオリジナルアイテムを作れますので、まあね、結構やってる人は多いと思うよ、うん、でもね、パパは子供の頃からやってるキャリアが違うんだ、パパはキャリアが違うんだよ、20年前からやってるんだよ、そう、今とあまり変わってません、ねね、いい感じだよね、チーム感出るじゃん、だから次はね、パパ帽子作ろうと思うんだよ、私も、うん、帽子ね、帽子をまあ自分で作るか業者にお願いするかちょっと分かんないけど、まあ作る、うん、帽子欲しいんだとか、てなわけで、オリジナルアイテム私も作りたい、作るよって方はいいねしていただいて、まあ、チャンネル登録もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。